はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はですね、ウームのベイブレード大会やってきました。はい、はい、まず個人戦と団体戦あるみたいなんで、個人戦からやっていきたいなと思います。はい、ちょっとね、うちら遅れてきちゃったんで、慌ただしくちゃんと動画が撮れないと思いますけど、うん、頑張りたいと思います。はい、じゃあやっていきましょう。はい、3、2、1、ゴーチュよっしゃー、ごめんね、強い、負けちゃった。下からすくい込む系ね。あ、ダメだ、やっぱり。はい、フィニッシュ、トロベイの勝ちです。勝った。2対0でこちら選手の勝ちです。やったー、やったー、やったね。おっしゃー、おー、またもや松島からだが中心を取り、よそ、危ない、おー、怖い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 、攻撃を当てていく、一見ロンギルス。おクレーラーの声がロンギルスに力を与えた。よーし、やったやったやった、松島の勝利だ、2連勝。3、2、1、ゴーシュン。おー、惜しい、すごい。あ、きつい、きつい、ダメだ。あー、ダメか。スピーディッシュは抜かれてありません。もう一度出た。ハルキ君、ありがとうございます。いたけど、メイクしてなかったから出れなかったという。コーラさん、お、エイジ君、いいな、うらやましいな、俺一箱しか買えなくて出なかったって。そうなの。そっか、男気の開封で、男気開封で外れでドラシェ出たって。あららら、ら3人対戦なんで、これは一発勝負になります。ポイントは関係ありません。一発勝負、一発勝負、何の勝負で決めてありますか。目は大丈夫です。はい、じゃあせーので出してください。やべ、どんどん本気だった。ブラモンさん、ガスタイト、3、2、1、ゴーシュ。勢いよく離された。いいぞ、逃げろ、頼む。逃げがち、逃げ恥。すげえサンドイッチやん。うわ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 、いなし、いなし、全員いなし、全員いなし、全員いなし。やばい、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 あ、ダメだ、やばい、ニボルの、おー、ちょっとおめでとうございます。怪しい、ありがとうございます。ということで、エイジ君、決勝進出です。はい、びっくりだね、うん、ガルーダ様様だけど、うん、ガルーダ、そしてロンギヌス、ここで戦うみたいよ。すごいな、はい、決勝トーナメントこんな感じみたいです。勝松さんだ、当たる、うん、マジ勝松さんだった。うわ、頑張って、マジ頑張って、まだここの準備だ。フレラー、夏バター博物館、フレラー前チャンネル、エイシン、頑張れ、ステージ上に上がってくれ、拍手。フレラー夏バター博物館が使うのはこちら、はい、アルタークロノス、アルタークロノス 7MT、 アルタークロノス 7MT、 トランス、臨機応変に戦えるベイダー、アルタークロノス 76T、アルタクロス 6NT、はい、さあ、対するバイサンデレイシンは、はい、フレーダーエイシンが使うのはこちら、マキシマムガルーダ 8FFL、 マキシマムガルーダ 8FFL、 汚れたくそう、汚れたくそう、読んだ読んだ、
みんなも行ってみようか。マキシマムガルーザ 8FFL せーの、頑張ってマキシマムガルーザ 8FFL 完璧です。 8FFL ハルカ暴れてくれ、いくぞ、スリー、ツー、ワン、ダッシュ。うれさあ、ジャークな声が、ジャークな声が当たんねーぞ。さあ、この動画を見ているみんな、こういう大人にはなっちゃダメだぞ。さあ、アルタクロノスが早くもぐらついてきたようにも見えるぞ。さあ、どうだ、あ、やばい、大丈夫かな。よし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 、オッケーオッケー、頑張って。さあ、こちらトルネードワイバーン 4G80。 トルネードワイバーン 4G80 勝ったの博物館。さあ、スタミナタイプトルネードワイバーンに対して神話、こちらロストロンギウス NSP。 ロストロンギウス NSP 左回転超攻撃型ベリダー。さあ、この回転力の回転力の違いがどうバトルに影響するのか。それではいくぞ、これにて決勝トーナメントの一次予選が終了、1回戦が終了したところ。頑張った、よし、よかった、頑張れ頑張れ、行け、こっちを回してくれ。今大進が使うのはこちら、マキシマムガルーダ 8FFL。 マキシマムガルーダ 8SFL、 8FFL、 距離ずれ。ブレーダー生地飛行を使うウェイはこちら、マキシマムガルーダ 7MO。 マキシマムガルーダ 7MO、 頑張れ。さあ、お互いマキシマムガルーダ同士の対決となってきたぞ。レジン君いける、ボランチャーとベイランチャーだ。頑張れ。さあ、行くぞ、スリー、ツー、ワン、コッシュ。お互い、まずは慎重な出だし。スタジアム中央で今か今かと攻撃の機会を伺っているというところ。さあ、ちょっと小休憩を挟みつつのマキシマムガルーダ。さあ、ゴーストチップが青い方のマキシマムガルーダ、あ、やばい、あ、やばい、やばい、力尽きずにフェイス主義にその勝利、1ポイント獲得。まだ大丈夫、まだ大丈夫。プレダイシンが使うのはこちら、ロストロンギヌス NSP。 ロストロンギヌス NSP、 左回転の攻撃台で巻き返しを狙う。そのままいい。さあ、キジヒコの使うベイは、はい、プレーダーキジヒコを使うのはこちら、ガーディアンケルベス PAT。 ガーディアンケルベス PAT、 まさに攻撃と防御対照的なバトルで、最後準決勝の椅子を争う2人、どんなバトルを見せてくれるのか。それでは頑張れ、いくぞ、3、2、1、ゴーシュ。さあ、2人のベイがスタジアムの中飛び込んだ。カメラ、カメラ、準決勝へと、はい、足をかわしてくれ。お互い、これはソードランチャーと金牛バージョンの左回転ランチャー。さあ、どんなバトルになるのか。何を使うべきか。まずブレーダーくしゃみが使うのはこちら、ロストロンギヌス NSP。 ロストロンギヌス NSP、 くしゃみはこれで一気に決勝への王手をかけるのか。それに対して遠心、マキシマムガルーダ 8FL。 マキシマムガルーダ 8FFL。 すげえ、いきなりメイダーだ。さあ、どんな戦いに影響を与えるのか。左回転と右回転、それでは準決勝第2試合、いくぞ、3、2、1、ゴーシュー。さあ、おめでとう、いや、この後決勝に行く前に、いいっす。さあ、
いけるんですよ。残念。ブレーダー2枚決定戦エイシンコココロマ握手をお願いします。これはお互いにすでに手に持っているランチャーが左回転ごとランチャーがどのベイを使うのか。ブレーダーココロマが使うファーストベイはこちらドレインファミリル G80。 ドレインファミリル G80。 アートミックで回り続け相手の回転を吸収し続けるスタイルココロマ。そして対するエイシンはブレダーエイシンが使うのはこちらロストロンギヌス NSP。 ロストロンギヌス NSP 相手を一撃バーストで勝利をつかむか。さあお互い準備ができたら構えてくれ。頑張れ。独特のフォームから放たれるエイ。それではいくぞ3、2、1、ゴーシュ。おお、これはオーバーフィニッシュ。おっとっとっと、ありがとう。そして1ポイント獲得したエイシン、勝利のケンケンパさあ、勝利ケンケンパソフトバンクの松田信彦選手みたいださあ、そしてセカンドベイは準備 OK かな。レダーココロマンが使うセカンドベイはこちらロストロンギヌス 8CLP。 ロストロンギヌス 8CLP。 さあ逆にココロマンがロストロンギヌス、しかも緊急バンク。そしてエイシンはブレーダーエイシンが使うのはこちらマキシマムガルーダ 8FFL。 マキシマムガルーダ 8FFL。 しっかり言えないよ俺。さあ2人どんなバトルを繰り広げてくれるのか。みんな声出してくれよ。ではいくぞ3、2、1、よっしゃ。さあ今ガスパがスタジアムの所狭しと回っていく。さあロストロンギヌスの高い攻撃力でマキシマムガルーダをバウンドさせるのか、それとも攻撃の大きなエリアで後ろに泳ぎロストロンギヌスの攻撃をしのぎ切るのか。さあお互いはまずは静かな立ち上がり、スタジアムチームで相手の出方を伺っていくスタイル。おっとここでマキシマムガルーダが少しぐらついてきたか。しかしロストロンギヌスもかなりダメージが溜まっているようだが、おお、ゼロで。おお、すみません、不正がありました。遠心。VTR 見てみましょう。VTR 見てみましょう。コロマンの熱い拍手をお願いします。さあ、遠心が3位決定ということで、これから決勝を始めていきたいと思う。大きな拍手をお願いします。頑張った。では決勝戦、みんなも大きな声出してくれよ。いくぞ3、2、1、ゴーシュ。おお、左回転に対してパワーを弱めた頭脳的なシュートを見せてくれたのはシミケン。それに対してロストロンギヌスは相手にどう攻撃を与えていけるかが鍵となりそうだ。さあ、じゃあスピードが弱まってきた相手の回転を吸収するからです。まずは1ポイントシミケンが取ったぞ。しかしこれはまだね3ポイントなので、3ポイント制して勝者に決まるので、3ポイント3、2、1、よっしゃー。さあ、行くか、放たれたマキシマムガルーダ、まずは外を回っていく。さあ、お互いのファーストコンタクトは照れながらのちょっと優しいハグみたいな感じ。すごく柔らかいヒットから、さあどうダメージを与えていくのか。まさに決勝戦にふさわしい、どちらが勝つのかまだまだわからない勝負となっているが、もう少しぐらついてきた。マキシマムガルーダ優勢。2ポイント目を獲得したのはシミケン。それではサードバトルへ行くぞ3、2、1、ゴーシュ。おー、シミケン1本ずつ積み重ね優勝。おめでとう。準優勝の福ちゃんにも大きな拍手。素晴らしいバトルを見せてくれた今日このウィング全員にもボイス東京拍手をくれ。ではマイチャンネルエイシン繋がってきてくれ。イエーイ。少女ウームベイブレード大会個人戦第3位マイチャンネルエイシンドロー以下同分です。ありがとうございます。イエーイ。さらに副賞のメダルになります。ありがとうございます。やった。イエーイ。おめでとう。ありがとうございます。さらに銅の
ベイランチャー、おめでとうございます。やったやね、おめでとう。さあ、アグレッドバトルを見てくれたエイシーにももう一度大きな拍手。はい、ということで、ウームのベイブレード大会でした。エイシン君、コージーン3位おめでとう、はい。団体では2人ともボロ負けでした、はい。2人とも大将だったけどボロ負けでした。すいませんでした、はい。ということで、今日の動画面白かったなとか気に入ったなと思った方は、いいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それではチャンネル登録もよろしくです。ということで今回以上でございます。バイバーイ。